感が、たった今湧いてきました。この奇跡をかみしめながら、僕たちが作り上げた日本初演の、オクトーバースカイを無事に、先週楽まで、届けられるように祈りながら走り抜けたいなと思っております。本日はよろしくお願いします。こうやって制限された環境、たくさんの障害がある中で稽古を重ねてきて、作ってきたものを、初日迎えて、見せられるということで、僕はすごく勇気をもらった作品なので、皆様にも勇気を与えられる作品になったらいいなと思いながら演じたいと思います。今日はよろしくお願いします。まあ、ボーイズに関してはですね、昨日楽屋で4人でタピオカを飲み上げましたねっていう中にはなりました。はい、タピオカボーイズに違う、それぐらい仲は良くなっていますっていうのと、あのエースの板垣さんの、お話で、僕の演出する舞台は主役、脇役、アンサンブルっていう隔たりはなく、全員が主役であるべきだ、全員が見せ場を持ってそのシーンの主役であるべきだっていうことをおっしゃっていて、まさにその稽古を通してきて、一人一人のキャラクターがすごく個性があって、で本当に主役の集まりみたいなカンパニーだと僕は思っていますので、見る方々も誰に感情を移入してもきっと感動できるようになっていると思います。まあ、僕そのクエンティンがいじめられていて、それをこの3人に助けてもらって、ロケットボーイズとして4人で、ロケットを作るぞっていう信念を固めるシーンがすごく好きですね。僕は、この作品に、思っているその勇気っていうのを一番与えられるというか、まあ、僕の役もすごい与えられてるんですけど、それがすごく感じられるシーンなので、ぜひ注目していただけたら嬉しいなと思います。とにかく全員が無事に、常に健康に、舞台に立てることを、一応座長として、祈りながら、東京、大阪まで、駆け抜けたいと思っております。本日はありがとうございました。